今から京セラが新規開発した V2I 路側機スマート RSU についてご紹介いたします。開発を担当している研究開発本部通信インフラシステム研究開発部の島村より説明させていただきます。京セラでは長年無線機器のインフラ事業を行っており、現在は V2I 路側機の研究開発を実施しています。 V2I 路側機とはインフラセンサーで取得した障害物情報や信号機の当色情報などの安全な運転に必要な情報を車へ無線で伝えるインフラのことを指します。近年では交通事故防止のため安全運転支援への利用や自動運転に利用されるなど安全に欠かせないインフラとして注目を浴びています。京セラでは新規に V2I 路側機を開発し、今期製品開発を完了いたしました。こちらの写真が今回初出展となる開発した京セラ製 V2I 路側機、名前をスマート RSU と呼びます。小型で景観に溶け込みやすい違和感のないデザインとなっております。この京セラが開発したスマート RSU には大きく3つの特徴があります。まず1つ目はスマートに通信です。通信方式は 700MHz 帯 ITS と LTE を搭載したマルチプロトコルとなります。2つの無線方式で車両への通信が可能となり、確実かつ安定した通信を可能になります。2つ目はスマートに拡張です。汎用的なイーサーネットインターフェースを搭載し、カメラ、センサー、電光検知板などの外部機器への接続が可能となっており、路側機として機能追加が容易に行うことができます。3つ目はスマートに設置です。アンテナ一体の小型形状で場所の制約も受けづらく、既存の柱にも設置が可能な形状となっております。このように新規開発したスマート RSU は3つのスマートな特徴を兼ね備えています。我々はこのスマート RSU を用いて限定地域の自動運転や専用道の自動運転、一般道の自動運転などのさまざまな自動運転へ展開を行っていきます。そして事故のない安全な自動運転社会へ貢献していきたいと考えております。その中の展開として、今回京セラが取り組んでいる専用道の自動運転の路側機展開についてお話しさせていただきます。京セラは JR 東日本が主催するモビリティ変革コンソーシアムに参加し、2019年度は気仙沼線 BRT というバス路線で自動運転の実証実験に参加しています。実証実験では大型バスを使い、柳津駅から陸前横山駅間の 4.8km を最高速度60キロで自動運転の実験を行いました。 JR 東日本管内のバス自動運転の技術実証で京セラは2つの役割を持って参加しております。1つは自動運転車両の走行に必要な車両の位置情報や信号情報を 700MHz 帯 ITS と LTE を使い通信を行うことで、路車間の安定した通信を実現しました。もう一つは、車両では検知が難しい見通し外にある障害物をインフラセンサーによって検知し、その結果を無線で自動運転車両に通知を行い、安全な走行をサポートしました。この実証実験の中で京セラの特徴であるマルチプロトコルの効果についてご説明します。右の図は通信エリアを示しており、青色のプロットは LTE で通信ができた場所、緑色のプロットが 700MHz 対 ITS で通信ができた場所になります。実験は山間部やトンネルがある場所で行われました。青色のプロットを確認しますと、真ん中の場所でプロットが途切れている場所があり、通信できていない区間があります。こちらは車両がトンネルの中に入ったため LTE では通信ができておりませんが、路側機があることによってトンネルの中でも 700MHz 対 ITS は通信が可能となります。
このように 700MHz 帯 ITS と LTE のマルチプロトコルで通信を行うことで二重化となり、安定した通信を実現し、堅牢な無線システムを構築することができました。次にアダプティブアレイ技術についてご説明します。アダプティブアレイは複数のアンテナで受信した電波をアダプティブアレイ処理し、その結果を送信電波に反映することで電波を遠くまで送信することや干渉波を除去することができる技術となります。実証実験ではこのアダプティブアレイ技術を導入し実験を行っております。右の図はアダプティブアレイの効果を示しています。縦軸はフレームエラーレートという通信のエラー率を示しており、横軸は路側機からの距離を示しています。青い線はアダプティブアレイなし、オレンジの線はアダプティブアレイを使用した結果で、エラー率 10% のところで比較するとアダプティブアレイなしでは 250m の通信距離に対し、アダプティブアレイありでは 800m となり、通信距離が約3倍向上しています。このアダプティブアレイ技術で通信品質が向上し、長い距離安定した通信が可能となりました。このように京セラのマルチプロトコル技術とアダプティブアレイ技術を用い、通信の信頼性を高め安定した通信を実現しております。こちらは実証実験中の映像となります。上の画像は走行中のバス前方の映像で、左下の画像は 700MHz 帯 ITS と LTE の通信状況、右下の画像はインフラが設置してある場所のカメラ映像となります。40キロで現在走行していますが、バスの見通し外の場所に障害物が発生します。まだ見えない場所になってますが、バスは減速しています。これは通信によって事前に障害物があることを通知しているため、減速し安全に止まれる速度で走行しています。インフラセンサーや路側機があることで検知情報を事前に車両に伝えることができ、急ブレーキかけることなく安全に止まれることが可能となります。このようにバスは障害物の前で停止します。障害物が取り除かれると自動走行を再開します。京セラは自社のセンサーや路側機で自動運転の安全に貢献しております。今後の展開ですが、先ほどの映像でご説明した通り、我々はこのスマート RSU を使って自動走行に必要な情報を確実に車両と通信を行い、京セラは安全な自動運転の実現を目指します。そして京セラのどこでも誰でもつながるスマート RSU と京セラのアセットをさまざまな企業と連携していきます。そしてインフラセンサーとの連携で見えないところをなくす不可視ゼロや、車とインフラの協調制御で渋滞や待ち時間をゼロにするような安全で快適な新しいモビリティ社会の実現を目指します。今回ご紹介させていただきましたスマート RSU にご興味を持たれましたら、ぜひお問い合わせをお願いします。ご視聴ありがとうございました。